は？今すぐ魔王の座を譲るって？冗談も大概にしろとアホ。リリーもそんなこと言ったらしいな。つうか、そこの人間、S ランクの女だろ？何連れ回してんだよ。は？あ、おい、待てクソ兄貴。役目放棄して人間界に行くとか、バカなんじゃねえのか？マジで行きやがった。突然兄から押し付けられた魔王の座。そして、その話を聞いた家臣どもは、俺だけを祭り上げた。リリーも魔王にするべく抗議を繰り返したが、大多数が反対。その後、どっから情報が漏れたのか、魔界中は兄が失踪したことで大騒ぎになった。民を落ち着けるためにも、後日正式にリリーを魔王にするという条件で、俺は一足先に魔王になった。それから数週間後、魔王を正式に決める式典の前日。俺は家臣を大量虐殺した。あのジジイども、何かあるたびに式典を先延ばしにしやがって。だが、明日やることはすでに確定した。これでリリーもようやく魔王に。リリー、いいんだろう。話がある。入るぞ。暗いな。もう寝たのか？リリー。おい、リリー、しっかりしろ。何が？毒、誰がこんな？ち、まずは解毒しねえと。脈は、安定してんな。処置が早くて、よかったってところか。少しでも見つけるのが遅れてたら。おい、物音。わって。なぜここにリコリス様が？どういうことだ？あとはリリー様の死体を隠蔽するだけじゃ。てめえら。魔王は代々一人で男がやる決まり。そんな凝り固まった思考のジジイどもが主犯格だった。リリーを式典の日より前に毒殺し、死体を隠蔽して失踪扱いにしようとしていたそうだ。あいつらは最初からリリーを魔王にする気なんてなかったんだ。犯人を拷問して、口を割らせて、仲間を炙り出して、また拷問して。何人やったかなんて正直覚えてない。ただ、怒りのままに殺戮を繰り返した。冷静な判断じゃなかったのは分かっている。それでも、俺はリリーを殺そうとした奴らが許せなかった。あれ、私いつの間にベッドで。何をしていたのかよく思い出せない。頭痛もひどいわ。風邪だったらどうしましょう。またみんなから。王族のくせに情けないって言われるに決まって。リリー様、リリー様はいらっしゃいますか？リコリス。何してるの？カシンちゃんが、リコリスが急に皆を虐殺し始めたって。嘘よね。私との約束を破って、知らない間に勝手に魔王になったかと思えば、次はこれ。わけがわからないわ。約束を破った。ああ、なるほど。あのクソどもは、それすら伝えてなかったのか。忙しくても、会えなくても、リリーが魔王になれるならと、奮闘したつもりだったが、何も聞かされていないリリーからしたら、俺は嘘つきの裏切り者だったわけだ。気に食わないから殺したの？横暴にも程があるわ。魔王になったからって、こんなのはいくらなんでも
あんまりよ。本当のことを伝えたら、何人もの家臣がお前を殺害しようとしていたことを知ったら、お前はどうなる？今まで以上に苦しむだろうな。王族として、魔王として、一切必要とされてないのかって。幸い、暗殺を計画したクソどもは全員殺した。リリーに助けを求めた他の家臣は、実際何も知らないのだろう。ねえ、何とか言ったらどうなの？黙ってないで答えなさいよ。それに、こいつのことだ。悪魔殺しの滞在人である俺をかばってくれるんだろう。だが、そんなことをしたらお前は、今まで以上に周りから糾弾されることになる。リリーは昔から魔王になる日を夢見ていた。滞在人の俺を裁けば、お前はきっと立派な。俺ら、双子じゃない方が良かったのかもな。そう、本当にその通りだわ。あなたさえいなければ、私は。こんなに比較されることなんて、なかったのに。なんでも、リコリス様が家臣を大量虐殺したらしい。罰として、王族の証である左目を押収したとか、なんとか。まさか実の兄を裁くことになるなんてね。ま、リリ様が私欲のために奪ったって噂もあるかな。そんなのはどうでもいいさ。それより、リリ様が魔王になられてからは、下のものでも人間が食えるようになっただろ？死体限定だけどさ。今まで王族の特権だったもんな。最高の制度を取り入れてくれたものだよ。他にも。ああ、リリー様が魔王で良かったかもしれないな。お前に圧倒的な力さえあれば、誰からもけなされることも殺されることもない。目を奪われた時、これで良かったんだと思っていた。だが、結果的に、その目はお前を蝕んで、挙句の果てに、俺は勘違いをしていた。お前は、俺が一人で魔王になったことじゃなくて、約束を破ったことに怒っていたんだな。悪かった。どうしてあなたが謝るの？私は事実を知らずに、今までこんなの。勝手に暴走してた私が悪かったんじゃない？バカみたい。ちげ、お前だけのせいじゃねえんだよ。自分だけを責めるのはやめろ。実の妹に目を奪われて、さらには殺されそうになったっていうのに。それでも私を許そうっていうの？それでも私を嫌いにならなかったっていうの？お前を嫌いになったことなんて今まで一度もねえよ。そう、相変わらず優しいのね。あなただけは、昔からずっと。なんか疲れちゃった。体はもう動かないし。リリーさん。あら、まだ治療を諦めていないの？しつこい子は、嫌われるわよ。それに、リコリスが許したとしても、カシンちゃんたちは、決して私を許さないでしょうね。見てごらんなさいよ、この醜い姿。今までひどいことをしてきた私の最後にお似合いじゃない。今さら生きながらようだなんて思っていないわ。ああ、そうだわ。シスちゃん、聞こえる？今、ユリの花畑にいるのでしょ？シスちゃんがいなければ、私はもっともっと前に潰れていた。私のことを思ってくれて、本当にありがとう。そして、ここにいるみんなも、ごめんなさい。こんな安っぽい言葉しか、残せないことも。リリー。リコリス。最後まで私を、愛してくれてありがとう。じゃあね。
じゃあな、リリー。気がつくのが遅かったよなぁ。この魔王の兄弟、みんな自分勝手で、口下手で、短絡的すぎる。口下手なのもそうだけど、一番、ダメなのって、勝手に失踪した兄だよな。まあでも兄も、愛に生きた存在だったんだろうな。リリーのナイフも一緒に消えたよ。終わったんじゃな。これなんか悲しい終わりになってるけど、この双子を生き残っていいのか？ハッピーか？リコリスさん。何辛気くせえ面してんだ。最後に話ができただけでも十分だろう。もっと早い段階で、お互いちゃんと話し合う必要はあったかもしれねえかな。てめえらにそんな心配いらねえか。なあ、犯罪者連続失踪事件の犯人さんたちよ。もう知ってたんですか？ここは俺の魔力の供給源だぞ。異空間にいたとはいえ、そこで起こったことは大体感じ取れた。取引の条件として、お前の罪を教えろとは言ったが。正直期待以上だぜ。人の良さそうな顔して。思った以上にとんでもないことやってやがったな。そうですね。狙うのは暴力、薬、殺人。法で裁かれるはずの罪を犯しているのに許されない犯罪者。ああ、まるで断罪人だな。断罪人なんて言葉、私らには不向きでしょう。ただの趣味でやってんのに。趣味か。正義って言われるより立ち悪いぜ。でしょ？どうしようもない犯罪者は私の遊び相手にうってつけだったんだよね。そこでリコリスさんに聞きたいことがあります。俺やアザミが殺した犯罪者たちはこの世界に来てしまっていた。この力、悪魔が関係してるんじゃないでしょうか。そうだな。お前らは少なからず悪魔の血を引いているんだろう。本来なら悪魔に殺された人間は存在を抹消されるはずだが、お前らの殺した人間は行方不明として処理されていた。それはお前らが完全な悪魔じゃないからだろうな。意図しない中途半端な力が作動して、体だけが魔界へ行ったってところか。悪魔か？あんまり実感ないけど、人間のなせる技じゃないもんね。あの猫はなんで消えなかったんだ？随分とあっさり受けるんだな。そりゃ私らだって殺した人間が消える瞬間を見たときは驚いたよ。でも気味が悪いとは思わなかった。むしろなんて都合のいいものなんだって思ったの。おやおや、ご先祖様はとんでもない奴らに能力を授けてしまったみたいじゃの。先祖、いや待てよ。いくらあくまでもこの能力は王族特有のもの。アセビ、お前のフルネームは？え、アセビ。クソ兄貴か。クソ兄貴の子孫にして、まあ、これありっていう感じだが、どのくらい前なんだ？祖父？あ、なんか、そうだな。アザミアセビの祖父がなんか日本とかそっちの方にいたっぽい話をしてたから、そっち方面なのかな。なんかそんなのチャプター3だか4で話した記憶があるわ。そうか。どんな因果だよ。俺もラジアダだ。リコリス、ラジアダ。え、それって。ああ、やばいな。ゲートが閉じかかってる。早くした方がいいかもな。一回閉じるとしばらく帰れなくなるかもしんねえぜ。え、それは困ります。魔王のくせにもう少し踏ん張れないの？ふざけんな。人間界への道をこじ開けることなんて、こと自体、普通はできねえんだぞ。
逆にこんな長時間開けられてたことの方が驚きなんだよ。さっさと行け。あ、リコリスさん、最後に一ついいですか？あ、多分できなくはねえが、いいのかよ本当に。はい、お願いします。ま、お前はそういうやつだよな。いいぜ、やってやるよ。あ、レナとお別れしてたな。じゃ、俺らそろそろ行きます。ここに来て大変なことはたくさんあったけど、お二人と出会えて本当によかった。うやはりお別れというのは寂しいもんじゃの。私も結構楽しかったし、名残惜しさはあるかな。くく、そんなてめえらに選別品だ。やれよ、これ。これで毒草を渡すか。二人分もいいんですか？あんたが花を渡すとか柄じゃなすぎるでしょ。いちいち文句言わねえと気が済まねえのか、てめえは。ふん、行こう、アセビ。うん。リコリスさん、レナも本当にありがとうございました。じゃあな、クソガキども。気をつけて帰るんじゃぞ。わしのこと忘れんでくれよな。セーブ、すか、まだ続くんだな。そういえば、父さんが母さんを殺したあの日、母さんってなんで消えなかったんだろうね。先祖に悪魔がやり乗って、多分父さんの方。っていうか、そうだ。アセビはあの日のこと覚えてないんだっけ？うん、アザミ。実は俺、思い出したんだよ。この世界に来てから、たまに知らない記憶がフラッシュバックしてて。そんな時、リリーさんに過去を見せられて、はっきりとしたんだ。思い出せて本当によかったよ。アザミだけ、あの日のことを覚えてるなんて。ずっと羨ましかったんだ。へえ、やっとなんだ。いくら待ったと思ってんの？殴ったくらいで死んでんじゃねえぞ、クソ女。体が弱いくせに俺に口出しやがって。アセビ、こいつが退院して早々泣きついたらしいな。俺の教育が嫌だって。お前が余計なこと言わなければ、こいつが死ぬことだってなかったんだぞ。ごめんなさ。黙って勉強してりゃよかったものを、お前には俺の理想が。ぐわ、アザミ、何やって。おい、やめろ。やめろと言ってんのが聞こえねえのか。このガキ、父親に向かって。アセビ、こいつを止めろ。え、あ、アセビ、父さんの言うことが聞けないのか。アザミ、アセビ、私が父さんを殺したらどうする？え？警察に通報する？私のことおかしいと思う？私のこと嫌いになる？私ね、今、すごく楽しいの。アセビ、俺を助けろ。早く死ねと死ぬだろうが。そうだ、子供は黙って、大人の言うことを聞いてりゃいいんだ。おい、何止まってんだ。お前なら止血ぐらいできるだろう。お前は父さんのこと助けてくれるよな。決して逆らうことのできない絶対的立場の人間が自分に助けを求めている。俺が治さないと血が流れ続けて痛くて意識が遠くなって焦り、今にも死にそうな強者が弱者に助けを求めている。いいよ。俺が父さんを助けてあげる。アセビ。
アザミ、俺怪我を治したいの。そうしたらね、アザミはまた殺せるよ。いいの？一緒に遊んでくれるの？うん。アセビ、あれ楽しかったね。何のこと？まさか覚えてないの？父さん、死んだでしょ。それは私たちが。何のこと？父さんは母さんを殺して逃げたんでしょ？警察の人もそう言ってた。早く捕まってほしい。人を殺すことは悪いことだもん。そっか、そうだね。早く捕まるといいね。それから5年後、祖母の家に預けられていた俺たちは、2人で行くことを決断し、元の家に戻った。わあ、この家久々だな。早速掃除しなきゃね。あずみ、この床のシミって、多分父さんの血だよね。あの人、まだ逃げてるのかな。母さんを殺した罪は、償ってもらわないと。アザミ、この家に来てから黙ってるけどどうしたの？あのね。私、あんたに隠してたことがあって。父さんは逃げたんじゃなくて、私が殺したの。アセビ、眠れないの？うん。今日はあんな秘密を暴露されちゃうね。アザミの罪を肯定して、俺も一緒に父さんで遊んだなんて、未だに信じがたくて、いろいろ考えたんだ。何か思い出した？いや、全然。ねえ、アザミ、俺決めたよ。何が？私を警察に突き出す？いやだな。そんなことするわけないじゃん。アズミは今でも人を殺したい？え？まあ、そうだね。私あの日のことがずっと忘れられないの。今まで動いてたものが私のせいで徐々に動かなくなって、冷たくなって。命の消える瞬間が見たくて、人を殺したくて殺したくて、たまらないの。わかった。アズミ、あのね、これから殺す相手は、犯罪者だけって約束してくれる？これからって。だってアザミ、5年前の倒産以来、誰も殺してないんでしょ？好きなこと、ずっと我慢してたんでしょ？そう、だけど、そんなの簡単にできることじゃない。それに、あの日のアセビの記憶がなくなったのだって、きっと私のせいなの。あんたの倫理観、私を受け入れたい気持ち、そして、両親の死、いろんなものがぶつかり合って。それに耐えきれなくなって、記憶がなくなっちゃったんじゃないかって。人を殺すことは、悪いことだから。見境がなくなっちゃうとね、いつか、俺の知り合いや友達、黒まで殺すかもしれない。当然、犯罪者だからといって、何をやってもいいわけじゃない。でも、俺は、たとえ罪でも、たとえ許されることじゃなくても、アザミを尊重したい。だって俺たち、共犯者なんでしょ？いろいろ思い出して、気づいちゃったんだ。俺が人を助けたいと思うのは、その人のためじゃなくて、自分の欲求を満たすためだったんだ。今まで困っている人に声をかけるのも、怪我をした人を治してあげるのも、全部善意だと思い込んでた。ゲームだって、アザミのためになるならって思ってた。でも、あの日のことを思い出して、確信してしまった。死の淵に追いやられた人ほど、助けられた時、最高に気持ちいいって。止まりかけていた心臓が、俺の手で、技術で、
また動き続けるんだって。たとえ罪を犯してても人を助けたくて、治したくて、救いたくてたまらないって。俺、とんだ偽善者だったね。なんて最悪な趣味。私も人のこと言えないけどね。まあ、薄々そうなんじゃないか、とは思ってたよ。ゲームしてる時のあんた、すごく楽しそうなんだもん。さすが、私の弟。プロフィール、更新しましたね。人を助けることが好き。人を殺すことが好き。もう、倫理観が欠片もなくってさ、読んでるんだけど、読んでる気がしなくってさ、言いたいことはめちゃくちゃあるんだよ。ただ、この子たちの倫理観に関しては、悪魔の血が入ってるからって考えると、まあ悪魔だからなーで終わるんだけど、それにしては父親が良くも悪くも人間臭かったのが何ともだから、やっぱりこれは人なんだよな。もう天性のものだったと割り切るしかないわけだが、助けて、助けて黒、お前だけだと思うんだが、これで黒まで私を裏切るの。それは嫌だな。ああ、とんでもない奴らを返してしまったの。それにしても別れ際に彼岸花を渡すなんて、リコリスも粋なことをするではないか。あれに一体どんな魔力を込めたのやら。大したもんじゃねえよ。こっちでの出来事を夢落ちにされちゃ困るからな。しかし、少しもったいないことをしたが。あんな愛に染まった罪に、そうそういねえだろ。リリーの話が本当なら、あいつら相当うまいんだろうな。ああ、うまいだろうし罪人だからリコリス的にも食ってもポリシーは揺るがないか。彼岸丸に魔力を込めたってあれか。レナ、忘れ慰のエンディングの時は、忘れたんだよな、魔界の話な。それを覚えていってもらうっていう、あれか？覚えてる方が地獄では。罪人しか食わんというお主のポリシーにもマッチしとるしの。ま、そう言いつつガブッといかなかったあたり、あやつらのこと相当気に入ったんじゃろう。おいっ子ではないのか。さらにその一つ下の世代になるわけだから。あざみあせびコンビにとっては、大おじさんに当たる可能性はあんのかな。リコリス様。シスカ。暴走してたリリーを止めたのはお前だろう。はい。リリー様が消滅した今、この世界を統治する魔王様はいなくなられました。リコリス様、あなたは再び魔王の座へ着くべきです。それはどうだかな。俺は家臣を大量虐殺した滞在人だぞ。こんな俺が出戻りなんて、非難合々の嵐じゃねえか。いいえ、あなたの力の影響で、百合の花畑にいた俺は、真実を知ることができました。あなたは滞在人、いな。王族であるリリー様を暗殺しようとした家臣たちが滞在人なはずです。死刑同然の行為。あなたはそれを裁いただけ。この世界にはもう王族はあなたしかいません。この先、苦しい道が続くかもしれませんが、やはり人間にも悪魔にも上に立つものは必要です。そういうてめえは、これからどうするつもりだ。リリー様の今までの非道な行い、彼女へ不満を持つ者は、たくさんいるでしょう。当の本人が消滅したとなっては、怒りの矛先を向ける対象が必要です。俺は、家臣や民が望むなら、拷問でも切腹でも、公開処刑でも、何でも引き受けるつもりです。リリー様の罪をすべて背負います。これが愛する、リリー様のためにできる最後のこと。だから、どうか、忠臣、愛だな。ああ、まあ、怒りの矛先が必要ってのは実際そうだな。下の奴らも納得しねえだろうし。お前の言う通りにするなら、
多少は丸く収まるのか。それでは。ああ、レナ、お前死体になれ。うーわ、絶対こっちに来ると思ったわい。後悔処刑ってどうせギロチンを使うんじゃろ。わし嫌じゃ。なんで他人が落とした冷たい刃で首を飛ばされなきゃいかんのかえ。ああ、歯を落とすのは自分でやっていいぜ。大勢に見取られながら、大々的に自分で死ねるぞ。はいはい、わし喜んでやるわい。一体何を？後悔処刑ってのは、一種の娯楽として消費されるんだ。リリーに虐げられてきた奴らはきっと、罪人の処刑という大義名分のもと、ストレス発散の吐け口を求めてるって話だろ。偽物でも何でも、バレなきゃいい話だ。マスか、シルバチか、俺の変装をさせて、代わりに。ああ、皆まで言うな。いい案だろ。なぜそんなことをするのです。俺をかばう理由なんて。うるせえ。お前の話通り、魔王に戻ってほしいなら、俺に従え。魔王リリーの側近である、スオーシスは公開処刑。その代わり。お前、俺の元で働け。隠居生活も別に悪いもんじゃなくてな。これからやることたくさんできちまうじゃないか。勝手に俺を魔王の座に戻して、勝手に死のうとするなんて、ムカつくだろう。死ぬ方がマシって思うくらい、使ってやるよ。俺は、助けられたのですね。ありがとうございます。リコリス様も、シルバチカも。本当に、感謝の言葉しか、ありません。リコリス様、リリー様の分まで、好み果てるまでお供いたします。下僕が一人増えたな。悪くね。さて、これから存分に忙しくなりそうだな。レナ、早速準備しろ。ほいほーい。お主のためなら少しは頑張ってやるわい。の、魔王様。Thank you.
続いたか。まあ、シスに関しては、まあ、不幸中の幸いだったかな。家には知らない家族、お金は一円もないし、スマホも契約切られてる。なんなら戸籍もないんじゃない？これ、やば。だから来る途中話したでしょ？いや、私はリリーの力で殺されたから、存在を消されたってのはわかるんだけど、バグになったからね。アセビはそれに巻き込まれただけで、死んでないんでしょ？なんであんたの存在まで消されてるわけ？魔界家でゲートを取る前、リコリスさんに頼んだんだ。人間界での俺の存在も消してほしいって。は？なんでそんなことしたわけ？あんたは私と違って、学歴も友達も夢もあるのに。当然だよ。アザミの存在が消えた世界で、俺だけ残ってる意味なんてない。でも、この先きっと生きていくの辛いよ。犯罪者で俺たちへの罰かな。いや、それにしては少しぬるいかも。だって、アザミが隣にいてくれるんだから。あんた、私のこと大好きすぎ。アザミも俺のこと好きでしょ？まあね、一番大好き。ふふ、よかった。何もかも全部失った世界で、俺ら二人で旅でもしてみない？旅、ねえ。いい旅になるといいけど。あ、黒。ああ、どっかでお会いしましたっけ？すいません、つい、人違いでした。ならよかった。つうかよく見りゃお前、俺と同い年くらいじゃん。せっかくだから、これ受け取ってくんね。俺の後輩が今行方不明でさ、警察も全然見つけられなくてな。そっか、ネモくんは、アザミさんが殺したから、バグになってなくて存在も抹消されてないのか。そして黒は、まあ、一般人代表だったんだな。それも、まあ、救いの一つでは、あるか。何か知ってたら連絡くれよ。うん。立派な警察官になってね。旅をするにしてもさ、まずはどうすんの？ダメ元でおばあちゃんの家にでも行ってみる？おばあちゃんも俺たちのことを覚えてないと思うけど。あいつ、なんで俺の将来の夢知ってるんだ？ま、いっか。